ステファノ・フィオーレは、イタリア・コゼンツァ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1992年に、地元のクラブチームコゼンツァ・カルチョでキャリアをスタート。その後、セリエ A のクラブを転々とし、中盤のゲームメーカーとして活躍。その活躍が認められて、イタリア代表にも招集され、2000年2月23日の、 スウェーデン戦で代表デビューを果たす。ユーロ2000では、イタリア代表の中盤のようとして、準優勝に導いた。2004年には、初の国外クラブとなるリーガエスパニョーライバレンシア、CF へ移籍したが伸び悩み、2005から2006シーズンは、アクフフィオレンティーナで、レンタル移籍選手としてプレーシーズン終了後は、一旦バレンシアに戻ったものの、 2006から2007年1月まで、鳥の FC に、所属。2007年1月の最終日に、エースリボルノカルチョに、レンタル遺跡。2月11日の AC ミラン戦から、シーズン終了まで16試合に、出場、2ゴールを挙げた。2007から2008シーズンより、AC マントバに完全移籍。2008年夏に、AC マントバとの契約が切れ。 一時無所属になった後、当時三部のフルスコゼン茶カルチョに復帰した。2017年4月16日に、ローマ市内の道路で本人の運転する車が、前の車に追突し、追突された車に乗っていた22歳の男性が、死亡するという事故が起きた。2018年10月10日、イルメイソジェロは、元イタリア代表 MF、ステファノフィオーレは、 死亡事故を起こしたことにより1年11ヶ月の懲役を言い渡されたと報じた。サイドハーフからボランチまでこなせるユーティリティプレイヤー。豊富な運動量と抜群のテクニックが持ち味。所属クラブ、元井代表フィオーレ氏が、交通事故、被害者死亡といがみセリエ A、日刊スポーツ。NIKKANSPORTS.com 2020年1月14日閲覧。元代表の名刺冷凍フィオーレ懲役1年11ヶ月を言い渡される。仮2020年1月14日閲覧。ありがとうございます。